恋愛で悩んでる方いっぱいいるんですけど、私その24年間夜のお店をやっていて、こういろんな方の恋愛相談乗ってるわけですよ。なので今まで相談を受けて答えられなかった質問は一個もないです。皆さんこんにちは、いくよママです。はい、最近なんですけどね、恋愛相談っていうのをね、久しぶりにやってます。はい、無料でいくよママがズーム化でまで、皆さんの恋愛相談に乗りますよっていうね、企画なんですけど、概要欄の方を見てください。貼っときます。はい、それでね、久しぶりにがっつり恋愛相談してる中で、皆さんね、恋愛悩んでることをすごい恥ずかしいなと思ってる方がね、いっぱいいるんですけども、恋愛で悩むってとっても普通なことです。逆に恋愛で今悩んでない人って大抵はもう恋愛を諦めちゃってる人、もう今更恋愛なんて興味がないよとかね、もうめんどくさいなんてね、放り投げてる方は恋愛に悩んでない。あともう一パターンは、以前はすっごい恋愛悩んでたんだけど、恋愛の悩みを克服しようと思って一生懸命学んで、今は恋愛を悩まずに、楽しんでる、こういうタイプの2パターンの方が恋愛で悩んでない方です。で、この2パターンに入らない方は、要は恋愛で悩んでる、つまり恋愛で悩むって全然普通なんですよね。なので皆さん、こう恥ずかしがらずに、もう何でも、はい、このいくよママですよ、もう何でも相談できるじゃないですか。なので気楽に申し込んでもらったら嬉しいなと思います。はい、あのね、あの YouTube でいつも喋ってるいくよママがリアルに嬉しいなんていうね、声も聞けると私もとっても嬉しく思います。これね、もうコロナが明けてお店が忙しくなってきちゃったらなかなかできない企画なので、ぜひ今のチャンスにお申し込みください。はい、でですね、恋愛で悩んでる方いっぱいいるんですけど、私その24年間夜のお店をやっていて、結構いろんな方の恋愛相談乗ってるわけですよ。なので今まで相談を受けて答えられなかった質問は一個もないです。はい、で逆に、あ、こんなことで悩んでるんだね、で的確にアドバイスするじゃないですか。そうすると、そうなんだみたいなね。そうなので、私のこの50年生きてきた経験っていうのが、少しでも今悩んでる方のお役に立てば嬉しいなと思って、今、忙しいんですけど、そんな中でも恋愛相談しててすごい楽しいです。で、50歳を迎えた今、こうやって人のためにお役に立つことって幸せだなって思えてるんですよ。世の中にはね、ある程度年をするとボランティア活動をしたりとか、そういう方もいっぱいいると思うんですけど、私にとっては今その恋愛相談がそんな気分。ボランティア活動っていろんなね、形があると思うので、私はこの恋愛相談っていうのをね、ちょっと一生懸命、時間が許す限りやっていこうと思ってます。恋愛ね、素敵な人が多いんですよ。ズームでこう話してても、でこの方が40何年間本当に彼女がいないのとか、電話で話をしていて もうすっごい優しいタッチでね、電話のマナーもすごく良かったり、話してる感じも心地いいのに、なんで彼女ができないんだろうとか、とっても不思議になる。なので多分ちょっとしたところなんですよ。本当にちょっとしたところで多分もったいないことをしちゃってるんだと思うんですよね。はい、なのでそんなことを、私がアドバイスできて相談して、いただいた方の人生がちょっとね、ハッピーの方に進むといいなと思ってやらせてもらってます。はい、いつまでやるかっていうのは、今のところちょっとわかりません。はい、なんですが、時間の許す限り頑張っていこうと思いますので、ぜひ概要欄の方から、お申し込みください。でね、恋愛でやっぱり一番大切なこと、それはですね、結
果を恐れずに、そう、失敗を恐れずに、どんどんチャレンジすることだと思います。本当にね、多いのが、もし告白して振られたらどうしようとか、告白して今友達でいい関係なのにその関係が崩れたらどうしようとかね、悩んで好きって言えない方がね、本当に多いんですよ。でもね、告白しないで後悔するよりも、私は告白してもし失敗しちゃってもまた友達としてうまくやっていく方法もね、きちんとアドバイスできますので、私は自分の気持ちに素直になって、男性も女性もですよね、素直になって相手に思いを伝えるっていう行動がね、みんなができるようになると、世の中愛され、ね、愛する、ね、このバランスが良くなって、そして恋愛する人たちがもっともっと増えて、毎日がラブラブになるんじゃないかなと思います。皆さんどうですか？すごい楽しい恋愛してる時って結構なんか苦しい悩みとかどうでもよくなったりするぐらいの力があると思うんですよ。なので私は、皆さんのね、この視聴者さんの恋愛を応援したいと思います。はい、今日は恋愛のお話でした。いくよママでした。ではまた明日会いましょう。バイバイ。Like a Hellcat.